皆様おはようございます。49歳で妊娠したニューヨークのゴリンゴでございます。本日9月24日日曜日でございます。実は私明日ビッグデイを控えておるんですね。はい、なんともうこれ散々言ってきましたけれども、人気 YouTuber 登録者数52万人の12人子供を産まれた助産師久子さんとの対談が明日に迫っておるんですね。はい。で、なぜこんなに浮かない顔かと言いますと、せっかくね、久子さんがニューヨークに来てくださるということで、私久子さんとの対談のチャンスを掴んだわけですけれども、私が調子に乗ってね、せっかく対談するんだったらなんかニューヨークらしいところで対談したいじゃないのみたいな感じでね、別にねカンファレンスルームとか借りても大丈夫だったんですよ。でもなんかほらカンファレンスルームとか借りてやっても、そこニューヨークって感じじゃないですかね。え、今だって自宅から安心してても、この見てよ、みすぼらしいみすぼらしいっていうか、ここニューヨークって分かんないじゃないですか。だからもっとニューヨークを視覚でお届けできるようなそんな場所で、でね、久子さんもなんか講演会でいらっしゃるみたいなんで、観光とかねできないんじゃないかなと思って、なんかニューヨークをね肌で感じてほしいなんて思っちゃって、で私がねブルックリン在住なので、どうせだったらもうブルックリンをベタで分かりやすい、ババーンとブリックリンブリッジのたもとで対談したいななんて思って、それで計画進めてきたんですが、人生ってこんなもんね。なんと週末ニューヨークは雨に降られております。どういうこと、どういうこと、二度言ったけど。それでですね、もう野外対談なんで雨降られたらアウトじゃないですか。でね、一応ね、雨降った時どうするんですかっていうことで、プラン B としてはね、お友達がブルックリンにヨガスタジオを持っていまして、そのヨガスタジオをね貸してくださるというね、まあすごいね、これもね、いや、お友達様様なんですけどね、こうお友達とかネットワークっていうのは大切ですね。なんですけど、やっぱりねヨガスタジオいいじゃないですか。いいよね。でもやっぱりニューヨークっていうこの空気を感じていただきたいわけですよ。もうサービス精神旺盛なんで、まあでね、雨、今日も雨降ってんです。昨日も雨、今日も雨、明日も雨というふうに天気予報出てまして、今日今朝ね必死でもう朝起きたらすぐ天気のチェック、明日の月曜日もう降水確率 80% もうダメやんみたいな、そんなんでねそんなんでね、じゃあまあちょっとまあ今日ね、もう本当神頼みじゃないけど、これからてるてる坊主作ります49歳、真剣にてるてる坊主を作る気でございます。はい。だって本当にもう明日どうしたらいいか分かんなくて、何したらいいか分かんないわけ。だって雨を抑えることできないじゃない。どうもてるてる坊主しか作ることがないからね、用意いたしました。こちらペーパータオルと輪ゴムでございますね。じゃあちょっとてるてる坊主を作りながら私の愚痴を聞いていただければと思うんですけど、よりによってね、せっかく久子さんがいらしてくださった時にニューヨークが雨降っちゃうなんてっていうね、まさかの展開だったんですね。それでね、私もね焦りまして、明日のね予定が全然決まってないの、マジでどうするんだろうみたいな。本当にだってもう久子さんニューヨークにいらっしゃってて、講演会とか始まってみたいなんですよね。だけど私明日どうすんだろう、どうやってやるせで、とりあえずねこのねてるてる坊主を作って終わったら、私ねちょっとね次のねロケーションの下見に行ってこようかなと思ってて、なんか野外でも屋根のある部分ね、結構ニューヨークってルーフトップみたいなところ、素敵なところもあるんですけど、
あれはあれで素敵だけど、ルーフトップとかだと結局また雨でもダメじゃないですか。ね、今更もう借りられないし、明日とかじゃないもう日程は。もう、ひさこさんの日程は明日なんだから。どうすんだろう。もう、てるてる坊主作って、と今ね、朝ね、まだね、7時。朝の7時ですよ。朝の7時からもう、だってそわそわって、あと明日のあれことが全く決まってないんで、朝早く来て、てるてる坊主作って、てるてるで、吊るして。じゃあ、こんな感じかな。ほら。いい感じでできました。てるてるできましたよ。はい。じゃあ、てるてる坊主、マジで49歳。ガチで作りました。てるてる坊主ね。これね、昨日の動画でもあげたんですけど、昨日まで作っちゃったんですけど、てるてる坊主って、晴れてほしい日の前日に作らなきゃいけないみたいなんで、もう今日ね、24日の前日、朝早く起きて、てるてる坊主作りました。で、顔は描いてはいけませんよ、まだ。明日晴れることを願って、てるてる坊主をこれから吊るして、これ反対に吊るしちゃうと、雨坊主、フレフレ坊主っていうことになったんで、雨になっちゃうらしいのでね、これをね、吊るして、明日見事に晴れたら、ありがとうございますと感謝の気持ちを込めて顔を描くんだそうです。じゃあこのてるてる坊主を飾って明日の晴れを願って、もう降水確率 80% だからさ、でとりあえずね何かしないとと思って、もう本当にマジで時間ないので、もうね他のロケーション今からみたいな感じなんですけど、うん、でも本当にダメだったら、まだヨガスタジオ使えんのかな、どうすんだろう、もうこんなホストいないよね。ああ、憂鬱。もう本当、9月早くなんかもう、これなんとか済ませて、もう本当ね、来月、臨月なんで、臨月はね、少しね、こう、レイバックして、こう、ちょっと、もうちょっとね、出産に向けて、もうベイビーも大変よね。もう偉いわ。この子本当に元気によく動いてくれてさ。本当に、こうママチンが結構いろいろアグレッシブに。あ、でね、日本、そう、これ明日ね、ひさこさんともお話ししたいんですけれども、本当に日米の差って大きくて、なんかこっちの感覚でいると日本のね、常識とずれちゃったり、スタイルが違うのでみんな驚かれてしまうんですけれども、アメリカではね出産するのに出産日間際まで全然みんな普通に働くんですよね。で私も別に体調全然問題ないので、出産前1週間くらい前くらいから産休取ろうかなと思ってるくらいなんで全然普通に働いてるんですよ。で働いてたらお給料も入るしね。なんですけど日本の方から、えまだ働いてるんですかとか、産休ってアメリカにないんですかとか、いろいろ言われてね、この産休のシステムについてはまた別動画でお届けしようかなと思うんですけど、全然びっくりすることもなくて、これ普通なんですけど、日本では普通じゃないみたいですね。で、いろいろね、これまで、マタニティライフのビデオも お届けしてきたんですけど、かなり日米差があるのかなという感じで、妊婦なんだからもう少し落ち着いてください、もうちょっと安静にしてください、いろいろ言われてご心配かけてるみたいなんですけど、こっちではそんなに安静をこう推奨されていないというか、もちろん妊娠のその人個人の体調によってで合わせていくんだと思うんですけど、全員が全員安静にっていうことはなくて、安静にするってことは何か問題があるから安静にするわけなんですけど、問題がない限り安静にする必要は、普通の生活を送ってればいいような、私すごくありがたいことに妊娠生活めちゃくちゃ順調なんですよ。この年齢で合併症出ますよねきっとみたいなことを言ってたんですけど、合併症出ず、でこんなに順調なのに安静にしてたらかえって体に良くない、肥満にもつながるしストレスにもなるし、
なのでね、皆さんにご心配していただくのはすごくありがたいんですけれども、安静に安静にとか、それがどうますと、なんで妊婦のくせにって言われるとカチンとしますよね、人間としてはね。普通のことなんですけど、で問題がないのにそう言われるのもきっときついなっていうのもあるので、もちろんね、体調が悪くなったりしたら安静にするし、体調が悪くないんだったら普通の生活してて全然大丈夫だと思うんですよね。で49歳、本当に今今日の今日まで全然問題なく、ありがたいことよね。だからベイビーにも感謝よ。でやっぱり後期になってくると多少お腹とかね、やっぱ歩きすぎたりちょっと家事とかたくさんすると、結構お腹のサインでね、赤ちゃんがちょっと疲れましたよみたいな感じで言ってくれると、すぐに横になってちょっと仮眠とかして安静してるとすぐ治っちゃうみたいなね。本当になんでね、日米の差でね、結構日本はね安静を推奨してんのかなっていうくらい、びっくりするくらい、もう毎回ね、妊娠初期の時、妊娠中期の時、妊娠後期の時とか、まあ妊娠初期の時っていうのはね、いろいろ一番危険な時だから、それなりにあれしてたんですけど、やっぱりね、日米でね過ごし方がちょっと違ったりして、で妊娠中期の時って本当に快調で、妊娠中期の時にこそ何でもやりたいことをやっといて、赤ちゃん生まれる前にね、ということで日本帰国もした、マタニティウェディングもあげた、まあ、これもね大きくね波紋を呼びまして、日本の人からはね、妊娠中に飛行機に乗るなんて、そんな妊娠中にマタニティウェディングあげるなんてね、いろいろ言われたんですけれども、まあ、問題なかったわけですね、やっぱりね。でもなんかね、で妊娠後期になったなったで、まだ働いてるんですかっていうね、あるんですけど、アメリカではね本当に臨月まで働くの全然普通なんです。私もね、日本からアメリカに来た当時のねボスが妊娠してて、出産日の3日前くらいまで働いてたんですね。大丈夫なのって確かに思ってたんだけど、実際こっちに来てみて、臨月まで働いてる妊婦さんよく見かけるし、みんな元気だし、実際自分も妊婦になってから、あ、働けんじゃん全然みたいな、これを出産のずいぶん前から仕事辞めてなんてすること全然ないんじゃん。もちろん体調が悪かったらなんかね、早産の可能性があるとか、そういうんだったらきちんと安静にするべきですけれども、そういうことがない限り、あ、みんなこれ普通、こっちでは普通なんですけれども、日本では普通じゃないみたいだったので、そういう驚き等もあったのでね、久子さんとそういうことも話せたらなと。で、私久子さんと同世代なので、高齢妊娠、高齢出産、高齢にての育児についてフォーカスして対談したいなと。それに加えて日米の違いとかもね、なんか討論できたらいいなぁと思ってるので、明日晴れてくれないと困るわけですね。はい、じゃあこれからね、てるてる坊主ちゃんを晴れてもらえるようにハングしてハングしてっていうと、ね、吊るして、ちょっとこれからもう7時半になる前には次の手を打たなければ、もう万が一雨だった時のために、なんか雨でもできるニューヨークを感じる場所を今から探しに行ってきます。妊婦やるね、すごいね、アグレッシブだね。いや、なんとしても久子さんとの対談を成功させるためにはね、このままもうてるてる坊主に願いをかけてるだけじゃ間に合わないと思うので、これからロケーション探しに行ってまいります。最悪の場合、ニューヨークをお届けできないかもしれないんですけれども、カンファレンスルーム、もしくはお友達のヨガスタジオから送れるって、もうちょっとな、前日だからダメかもしれないけど、いや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 、人間ね、何があってもちょっと努力して、はぁ、あ、ちょっと気が重いけれども、じゃあこれから新たなロケーション探しとてるてる坊主に願って行ってまいります。こんなところに飾られたてるてる坊主でございます。すみません、てるてる坊主ちゃん、
ここだけど、なんか窓際にね、やりたかったんですけど、なんか、てるてる坊主ちゃん、吊るすとこがなかったので、ここかみたいな感じなんですけどね。で、バスルームにしようかなと思ったんですけど、この子ね、ペーパータオルなのでね、湿気とか吸っちゃうかなと思って、こちらにしておきました。じゃあちょっとこれから出かけてきます。はい。